舞原長者は、熊本県菊池市、山ヶ市地方に伝わる民話及びその主人公である、長者の名。舞原長者は、日本の伝説としては、珍しい独立した三部で構成されている。前編の黄金を見つける物語は、日本全国で見られる伝説の典型である、炭焼長者伝説の類型にあたる。熊本県内でも立岩寺温泉発見の説は、 引きの長者伝説にほぼ同じ物語がある。柳田国女が監修した民族学時点では、炭焼長者伝説は製鉄との結びつきが指摘され、米原長者の伝説も古代の製鉄と何らかの関連があった可能性も指摘される。中編に登場するダの幻長者には別に独立したダの幻長者伝説がある。牧場経営に刺激する多くの土肥をまかなうために、 毎日大量の味噌汁を作り、味噌カスを捨てた山の標高が高くなったとも言う。田野原とは、現在の山菓子花王であり、ここは古代の感動が通っていたことから、駅場や天間の供給を担う用地だったと考えられる。また、この二人の長者は、それぞれが土肥を刺激した水田経営と牧場経営で財を成した人物として描かれており、平安時代前期における、 日後国北部の経済活動の典型とも想像される。また、この宝比べで財宝よりも子供に軍配が上がる。話も類似した説話が各地に残る。後編の太陽を巻き戻して、日没を遅らせた話も、長者伝説の類型であり、熊本県上増城郡の欲張り長者、鹿児島県経道院長の長者、小牧高賃や東野良次、近米親子などでも同様の話がある。 多くは天罰を受け、もぐらになった、洪水をこむった、家勢が傾いたなど、没落の結末を迎えている。この舞原からは、固く割れにくい土団子が見つかった。これは、自然現象で生じる檜山豆石の一種であり、熊本県北部では、広い範囲で見つかるものだが、昔、この団子は、金持ちが、使用人に配した団子の残りが変化したものと、考えられ、長者団子と呼ばれた。 かも軍ぐや、日後昔話集また、館内実態調査書情報区編等では、米や、昼食用の団子が、後編の物語において、焼け固まりできたものとして、米原長者と、その没落が語り継がれるようになった。また、古くから炭化した米も大量に出土した。米原の春、春、ルは、九州地方の方言で、大地及び大地上の平地を言う。夜名は、 本来は、阿蘇山の火山灰を指し、また砂をも意味する。ヨナバルは、火山排出、または、砂質の高台であり、水や地味にとぼうしくやせ、水田工作には適さない。米という漢字を当てた背景には、願望があったものと考えられる。そのような稲作地ではないところから炭火米が見つかる、不可解さが、長者伝説を生む要因となった。米原には、 祖籍や石畳があったとも伝わる。日後国史ではこれらを、寮の戸の月見櫓、玉屋敷、倉床などを、前原長者の屋敷跡と,と述べており、工作の邪魔になるため聖徳年間に取り除かれたという記述がある。同書では、断固槌と、兵衛が出土することにも触れている。一方で短歌舞について、この場所には、不動僧があった名残という文もあるが、 江戸時代には渋江松井氏が編纂した菊池風土記にて、この不動僧が前原長者の屋敷跡と断言された。歴史公園として復元された菊池城、俗日本期の文武天皇2年5月上には、大野城、紀城と並んで、菊池城が太宰府の管轄下で建設されたという記述がある。このマリ地城がどこにあったかはいつしか途絶え、江戸時代から明治時代には、 様々な説が提言されていた。昭和に入ると、菊池城の位置に関する考察が進み、中島秀夫らが遺跡や遺構またち名等から考察し、前原の遺跡が菊池城跡という説を新聞史上に発表した。1937年には、坂本教業が論文、菊池城市に偽せられる前原遺跡についてを発表し、 これを受けた熊本県教育委員会が同地を史跡、電気口上石に指定した。その後、発掘など様々な調査結果が積み重なり、1976年には、この説は確たるものとみなされ、史跡指定から、捨ての文字が外された。宝比べをした、だの現長者の在地は、かつての感動の駅であり、熊本市に伝わる、甘長者伝説は、 国府があったとも言われる古外に紐づいている。菊池城の跡地を舞台とする舞原長者伝説を合わせると、これら三つはそれぞれ古エの政府機関に縁付き、長者伝説はこれら過去の歴史を反映しているのではとの意見もある。本客中は出展、客中内で提示されている出展を示しています。ありがとうございます。